皆さんおはようございます。本日も見える旅チャンネルへようこそ。はい、現在ですね、時刻は午前6時を過ぎたところです。近鉄の大阪阿部戸橋駅に来ております。今回のダイヤ改正により南大阪線ではなかったね、行き先と種別の列車が、なんと1日1本だけ登場したということで、今回はその列車に乗車していきたいと思います。阿部のハルカスが高くそびえ立っておりますね。それでは本日も見える旅チャンネルスタートです。こちらは阿部戸橋駅の時刻表。今回乗車するのはこちら6時18分発の御瀬行き準急になります。これありそうで、実はですね1日1本しかありません。今回のダイヤ改正でね、まさかの登場したということで、私個人的にも非常に気になっておりましたので、今回乗車していきます。阿部戸橋駅、毎度おなじみ西改札口にやってまいりました。それではね、早速改札入場していきたいと思います。こちらですね、6時18分発御瀬行き準急に乗車します。停車駅は他の準急と全く一緒でして、河内松原、藤井寺、そして藤井寺から終点の御瀬まで各駅に停まります。4番乗り場やってまいりました。8両編成での運転なんですね。今回初めて知りました。8両なんですが、御瀬駅8両編成入りませんので、前4両が御瀬駅の準急、そして後ろ4両が古市駅で切り離しを行いまして、富田林行きの各駅停車に変わるみたいです。南大阪線ではね、よくあるあるのダイヤですね。古市駅のね、開放増結はねめちゃくちゃありますからね。この列車もそのタイプみたいです。こちらは地下のコンコースから撮りました。この案内板もねなかなかないので撮っておきましょう。セミエクスプレスバンフォー御瀬。御瀬駅準急8両編成で入線です。この阿部戸橋駅の3番4番乗り場は近鉄では現在唯一となります。この昇降ロープがついており、まさに現代駅といったような感じです。ちなみに私、見える旅、この準急御瀬の方向幕、実は初めてこの時見ました。ちょっとねこの幕あったんだなっていうのが意外と驚きでしたね。列車はですね、6時台の下り方面行きの準急ということもあって、車内はね比較的空いておりました。列車は8両編成ですので、ホームいっぱいいっぱいに止まっております。この日の御瀬行き準急、充当車両は6620系です。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は御瀬行き準急です。途中河内松原、藤井寺、藤井寺から先の各駅に停まります。次は河内松原です。 JR
列車は阪和線をオーバークロスし、最初の通過駅こぼれ口駅を通過します。大和川を渡りまして、大阪市内から松原市へ入ります。列車はノンストップで走り続け、準急の最初の停車駅河内松原に到着です。続いて列車は藤井寺駅に到着。準急運転はこの駅までで、ここから先は御所まで各駅に停まります。列車は古市駅に到着しました。御所駅準急4両となっています。下の6時44分発富田林行き各駅停車が、この後ろにつながっているやつがその列車になります。この駅で、切り離し作業が行われます。古市駅から先は進路大きくカーブで曲がりまして、南大阪線橿原神宮前方面へ進んでいきます。この古市駅、直線はですね、河内長野方面になっています。南大阪線がね、かなりこう左にカーブするような形となっております。列車は上野大使駅に到着。この駅が最後の大阪府内の駅となり、次の駅からは奈良県に入ります。現在大阪府奈良県の府県境付近を走行中。はい、ということで列車は釈戸駅までやってきました。この駅からはこの御所行き準急は御所線に入ります。そしてこの釈戸駅で橿原神宮前駅の区間急行と環球接続を行います。向かいのホームには橿原神宮前駅の区間急行が入線です。釈戸駅に停車中の御所行き準急、何回見てもね、新鮮ですね。釈戸駅を発車です。ここからは御所線に入ります。御所線内は各駅停車と一緒で、新庄、押見、御所と各駅に停まっていきます。列車は南大阪線と分岐し、御所方面へ進んでいきます。はい、ということで終点の御所駅に到着しました。乗車してきました列車は折り返し、大阪阿倍野橋行き準急としてすぐね、戻っていきます。この列車最後見送っていきましょう。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。1日1本御所行き準急の動画はいかがだったでしょうか。
引き続き近鉄電車の魅力をお伝えする動画を作ってまいりますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。